スイッチオフで、人が来たら電気がつくモード、一定時間で電気が消えます。で次が常夜灯モード、常夜灯プラス人が来たら明るくなるモード。これも一定時間で常夜灯に戻ります。これが常夜灯の明かりですね。次が常に常夜灯モード、これはもうずっと常夜灯がついている状態です。消えることはないです。電池が消えるまでずっとついています。基本は人が来たらつくタイプにするといいですね。大きさは iPhone プラスと同じぐらいの大きさですね。ティッシュペーパーと並べたらこんな感じ。炭はこんな感じ。ここがソーラー、基本は明るいところでは使う設定になってます。暗いこのソーラーのところに明るさを感知するセンサーがついてます。ですからここを暗くするとライトがつきます。こうやってやってですね、暗いところに持っていくとライトがつきます。明るいところに持っていくと消えます。暗くするとつきます。明るくすると消えます。暗くするとつきます。